中に一人ぼっちの気持ちになってた。くれてる人はいるけども、4時間移動した割には割と生きてるって感じかな。久しぶりだ雨の残りの季節、深呼吸をしたくなる空気、変えてきた気がするよ。マスクしてると落ち着くわ。安心感がある。なんかあんま見られてない感じがして落ち着く。黄金マスクに見える？ベージュです。え、松江屋の牛値上げ？マジ？やば、それは由々しき事態やな。見つめ返そう、みんなが見てるから。見たな。髪の毛が落ち着かない。青い空がずっと続くだけで、ずっと舞いで
食べてないけども、ひとまずいいかなって。春季続いてますかって。もうネバーエンディング思春期とはこのこと。あかりん今日めっちゃいい匂いする。やば、上級者やな。キーボードの練習はやってます。こんばんは、マスクかわいい、ありがとう。ガリガリ君のポケモンミニボトルとかあんの？リモーステレビ、リモーステレビと収録があった。今日午前中はリモースだったよ。そうでも3日連続リモースだった。今日今週終わったぜ。まあそれとは別ですけど、来週のイモースも出る。なんかイモースここ半年ずっと毎回出てるよね私。なんかスチューデンツ、その反動でかスチューデンツ全然出なくなったけど、なんかスチューデンツの時期とイモースの時期が交互に来る感じするわ。なんかスチューデンツもさ、それまでめっちゃ出てたの。めっちゃ足の関節が鳴る。ほら足首聞こえる？変な音する。今日マスカラピンクなんだけど、これ全然色つかないわ。これ黒、今ここにあったから置いてみた。でもさ、朝7時か8時ぐらいにメイクした割にはよく持ってるよね。あ、ピンクの威力強すぎて黒が乗らない。
今日メイクポーチ忘れてったの、仕事に、仕事家に忘れてって、今日メイクさんのポーチでメイクさんのメイク道具借りた。下まつげがない。ない。白目が綺麗って。本当に下まつげがないんですよ。もう悲しい。抜かれてないよ、誰にも。サイリウムだ。男だけどメイク楽しいってもうちょっと早く教えてほしかった。でもなんか YouTube とかでさ、街で適当に声かけた人を大変身させますみたいな動画とか見たらさ、なんか、はあ、ちょっとメイクしたいかもって思うかもね。眉毛剃るだけで形綺麗に、眉毛剃って肌きれいにして髪の毛をさっぱりさせるだけでだいぶ人って変わるんだな。なんかビフォーアフターみたいな動画好きなんですよ。何もやってなくて汗で顔がない。いやいや別にそういうのは自己満なんで、やりたい人がやればいいんです。私はやりたい人だからやるだけ。幸せに自分が生きれたら別に、生きれてたら別に見た目なんて何でもいいんですよ。私はもうちょっと長いおひげを生やして、上の方に耳をつけて、モンバが欲しいです。それが自分のコンプレックスです。猫、お猫様。
か。くちゃん、ちょん、タキナの写真集まだ届かないんですけど、今日さっき帰ってきてさ、まあ一冊ぐらいアマゾンか楽天かショールームかセブンネットどっかからは届いてるっしょと思って、ポストウキウキで見たけど結局何も届いてなかった。発送メール来てるか分かんない。もう私迷惑メール多すぎてそういうメール全部埋もれるんだよね。だからメールボックスになんかもううん万件メールが溜まってて分かんない。メールが意味をなしてない。何冊買ったの？5冊買って1冊もらえるらしい、ゆみりんからもらえるんかい。全ページにサイン書いてもらおう。だから合計6冊家にあることになります。嬉しい。ゆみりんの写真集並べよう。どこに並べようかな。あんこのサインが欲しい。え、ゆみりんの写真集の表紙を撮ると中にあんこがいるんですよ。かわいい。それが一押しポイントらしい。応募券かわいいよね。ゆみりんのお尻が綺麗すぎてビビった。お尻に綺麗とか汚いとかあるの？お尻って万人共通じゃないの？お尻に綺麗とかあるんだ。それは綺麗ですよ皆さん。みんな違うの？お尻は。そうなんだ。まあみんな言う、あんまそんな体のことを言ってあげなさんな。ちゃんともっと違う方向から攻める姿勢だけでも見せてあげて、心の中ではお尻って思ってても、このページのあんこちゃんと仲良めが良かったよって言って褒めるんだよ。心の中ではここの水着のここがいいって思ってても、山口で遊園地デートの夜のワンピースの写真が良かったよって言うんだぜ。まあ、それは極論ですけど。でもめっちゃ可愛いんだろうな。いや一回見たんですけど、パラッと。でもパラッとしか見えてないんですよ。だからもう早くがっつり見たい。全部のページの感想を言いたいもん。でも見せられないからさ、ショールームでは。だからみんな
みんなにはちょっと言えないけん、ユミリに個人的に言うわ。でも私の一番お気に入りのページがあるんで、そこだけはちょっと教えようかな今度。ちょっとツイッターのやつも言ったけど、ツイッターのユミリのやつの動画でも言いましたけど、もうね、なんか昭和の、いい意味で昭和のアイドルみたいな可愛さがあって、私はもうなんかそのミスユミリンのね、その写真集のなんか水色の水着を着てるこのやつがで、なんかこうやってやってこっちを見てるめっちゃ可愛い写真があるんですけど、もうそこに全然あのユミリンがお酒キャラじゃないとか、キャラとかユミリンがそんなの関係なくて、だからユミリン別にそんな飲んでないと思うし、それは置いといて、あの居酒屋とかにさ、焼き鳥屋とかにさ置いてあるさ、水着のグラドルの人がさビール持ってさ微笑んでるポスターあるじゃん、ちょっと昔な感じの、あれあれみたいで、私は本当に、いやこの人は今っぽいキャンキャンに乗るような可愛さも表現できるし、でもちょっと昔の、一昔前のアイドル、ちょっと昭和チックを感じるアイドルの感じの可愛さも醸し出せるんだっていうのを発見して、ほんまになんか瀬戸内の奇跡やなって思いました。そう、なんか上品な可愛さですよね、ケバケバしくない可愛さ、私が好きな好きな好きな顔なんでそう、長く愛される、そうなんよ、老若男女好きな、嫌いな人がいない顔っていうか、なんか飾らない可愛さ、を感じて、確かに垢抜けてないね、そこがいい、それはあるなんか親戚の子がそのままアイドルになったのを見てるような気持ちになれるのが、なんか、うん、48グループのアイドルを応援してるなって感じで、いい感じ、なんかいい推し、てかめちゃくちゃ頑張って垢抜けようとしなくてもあんだけ可愛いんだから、ユミリンが本気出してめちゃくちゃメイク研究して、めっちゃファッション研究して、めっちゃもうすごいいろいろ頑張ったら、多分瀬戸内でとどまれないぐらい限界突破して可愛くなっちゃうから、今ぐらいちょっと抜けてるぐらいが可愛いじゃないと、私はもう近くに入れない存在になっちゃうから、すごいことになっちゃう、きっと世界がほっとかない存在になっちゃうから、だから抑えてくれてるんだろうね、多分あまりにも可愛いさが出ちゃうから程よく抑えてくれてたてるんでしょうね、だけど写真集ではそれを爆発させてるので褒めちぎったとこで明日は誕生日ということでね、幸せな何歳滝の24歳、幸せな24歳にしてほしいですね。滝福の並びが可愛くて好き、珍しい、滝福の並びが可愛いっていうのはちょっとなかなか珍しい感想やな、可愛い感出てる、大丈夫かな、あのなんかでかいけど大丈夫でかいけど
本当？なんか今日控えめ I love you の頃の HKT さんの動画見てて、ナコミクさんちっちゃすぎてマジで、うわこんな可愛い子たちが同じチーム同じグループにおったらもう、わもう私はどうなってしまうんだって思いながら見てた。本当にすごかった。もうこんなのもう可愛すぎた。なんか HKT さんができた頃になんかまるっと AKB スペシャルかなんかなんか忘れたけど、なんかの雑誌で一期生さんの特集があって、あと一期生さんの特集があったじゃないな、えなんだっけな忘れたけど、なんか中身行くねみたいな感じで手つないで、なんかちっちゃい子がなんか1ページにこうやってなってる雑誌のページがあったのを今でも覚えてる。何の年だったんだろうあれ。あちっちゃい子って本当に尊いわ。ちっちゃい子、ちっちゃい子尊い。16分、あ、ありがとう。ライト、ニャンスケの写真集待ってます。ニャンスケさんの写真集出したい。自費出版しようかな。なっかありがとう。斜め、福ちゃん頑張れ。そして福ちゃんも頑張れ。頑張るよ、お互い頑張ろう。台湾嵐、福田かわいい、休み、洋服色好き、髪型好き、綺麗。やった、自己肯定感アップ。お金持ち先生ありがとう。青嵐、青い日もある、ライブまもなく配信見ます。あそこ DMM って言ってたか。ありがとう。近いし、ありがとう。今太郎、僕はこの海を眺めてる。かつての握手会はいつかお会いする日が。いやー、痛かったね。うーた、ありがとう。今日もお疲れ、ちゃんと寝てね。寝ます。監督、顔好き、やった。え、しげき、ユミリの写真集欲しくなった。あんこの写真集かもしれないです。チロ、おやすみ、おやすみ。というわけで。私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。おにますと福田は瀬戸内3度の飯はどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。今日は夜配信できないと思ってたけど、なんか思いがけずできてラッキー、嬉しい。ゲリラですまん。明日はちゃんと配信できるんで夜楽しみにしててくださいませ。疲れんこ、おやすみ、人ゼミです。また明日。よく寝てください。ありがとうございました。お腹空いちゃった、なんか食べよう。ふう、またね。あ、やばい、お腹鳴りそう。うー、じゃあみんなショールーム終わったら、あ、福ちゃん今からダッシュで冷蔵庫に行ってダッシュでなんか食べてるんだろうなーって思ってください。マスクにひげを描きたい。描く？バイバーイ。あ、猫のひげだったか。なんかジェントルマンのひげを描いちゃったよ。おやすみ。上手でしょ。